はい、皆さんどうもこんにちは、平田圭です。今日はですね、ちょっと皆さんにですね、ご紹介したいものがありまして、フローリアットフォーラムショッピングセンターまで来ています。今日ご紹介したいものはですね、こちら。ピザデイリー24-7。まあ、英語で読むとピザデイリー24-7っていうことなんですけれども、実はですね、パースにですね、ようやく24時間のピザの自動販売機ができました。日本ではですね、広島の方にですね、できて、スタヤの前にできて、かなり行列ができたということを聞いていますけれども、ここパースでもですね、ようやく初めてのピザマシーン導入ということでですね、今日はちょっとここに来て、ちょっとピザをですね、買ってみたいと思います。はい、それではですね、ちょっとピザ購入のところをちょっと映していきたいと思います。おー、見てください。ここ、タッチヒアトゥスタートということで、ちょっとタッチしますね。おー、全部でピザが1、2、3、4、5種類のピザが、どうもあるようです。左からマルゲリータ、ハワイアン、ミートラバー。あ、僕ミートラバー好きなんですけど、今日はちょっとですね、あえてハワイアン買ってみたいと思います。あー、なるほど。コールドピザとホットピザと両方とも選べるみたいですね。50セントしか変わらないんで、まあ、家帰って自分のオーブンで焼きたいという人は、おそらくコールドピザを買うと思うんですけども、今日はちょっともう僕そのまま食べたいということでですね、ここホットピザ行ってきます。ここで今$12.99。コンファーム。ハワイアンピザ1つコンティニュー。ロイヤリティプログラムは入ってませんので、とりあえずノー。はい、コンティニューで、カードを入れてくださいということで、ここでペーパスでお支払いします。取りました。さあどうなるか。Your order has been confirmed. Your pizza is on its way.あー、これで今ピザがこの中で焼いているということですね。で、ここにも書いてるんですけれども、たった3分で、この3分でですね、この中で焼き上がって、ここから出てくるっていうことになっています。ちょっと3分間待ってみたいと思います。そろそろですね、3分経とうとしています。このケージがですね、おそらくマックスになったところで3分になるものだと思われます。今ですね、ちょうどピザを焼いている香ばしい匂いがですね、非常にします。とっても美味しそうな匂いです。さあ、そろそろ出てきると思います。見てみましょう。お、来ました。さあ、来ました。おー、ピザが出てきました。さあ、見てみましょう、どんな感じなのか。お、でかい、すごいでかい。そしてですね、シェフの方に聞いたんですけれども、冷凍食品というよりもちゃんとしたですね、生地を練って作ったフレッシュなピザがこの中に入ってます。ですのでですね、チェーン店などで作られるようなそういったピザじゃなくて、きっちりとしたですね、生地を使って作ってますので、ちょっと一口食べてみたいと思います。お、すごいです、すごいです。ちゃんとした生地になってます。ではいただきます。うん、おいしい。本当にですね、自販機から出てきたようなピザと思えないぐらい本当に美味しいです。皆さんもぜひ来てみてください。